前に出しますね。歩き方はですね、どん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 変わっていく。歩行についてのワンポイントアドバイスをし、毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ、 OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は歩行についてのワンポイントアドバイスをしたいと思います。立脚後期の股関節の伸展についてです。立脚後期というのは足を前に出してつきますよね。でその後ですね、体重乗りますね。でこの後に、立脚後期というですね、足を後ろにグーッと引く、この時ついて乗って、この時こちらですよ、後ろにグーッと引く時ですね、この時の股関節、これ伸展というんですけど、この時にですね、どこを意識したらいいかということなんですけれど、普通に考えるとこう蹴り足なので、よくですね、まあ、専門家の方もそうなんですけど、大臀筋って思いがちなんですけど、まあ、大臀筋はもちろんですね、筋肉って使われます。ただし、この大臀筋が、メインで考えるというのはですね、すごく浅はかなんですね。大臀筋のこういうの急伸性収縮っていうんですけど、こう、大臀筋のギュッていう収縮ではなくて、その前側のこういうこう伸ばされる収縮、遠位性収縮っていうんですけど、グワッと、これあの腸腰筋っていう筋肉、乗りながら股関節をコントロールする力が実は歩行の時には重要なんですね。特にご高齢になればなるほど、この、コントロールする力というのはすごく重要になってくるので、そこを意識する。こっちの足見てください。こっちの足、僕の右足、こちら側の足が前に行く時っていうのは足を後ろにグッと引くので、この股関節の伸展です。股関節のこれ伸展と言います。この時にお尻で蹴るのではなくて、ここの筋肉が伸びている感覚を感じる、意識する。ここの筋肉、骨盤の前側、腸腰筋がビヨーンと伸びてるようなイメージ、ビヨーンと伸びてるようなイメージ、伸びながらできればお腹で押さえる感じですね。これがコントロールする力ですね。これにアヘアホ入れるんですね。アヘアホですね。手と歩でここの伸びを感じながら押さえる。あ、へ、あ、ほ、あ、へ、あ、ほ。慣れてきたら足の幅を広くしてみてください。あ、へ、あ、ほ。ずっとここを意識してみてくださいね。あ、へ、あ、ほ。反対側も同じく、せーの、あ、へ、あ、ほ、あ、へ、あ、ほ。慣れてきたら歩幅を広く、あ、へ、あ、ほ。大臀筋が収縮しないわけではないんですけど、メインは腸腰筋の伸びを感じながら股関節の伸展を出していく、まあ、そのような意識でやっていただけるとですね、ご高齢の方もどん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 歩き方が変わってくると思うので、ぜひ試してみてください。筋力をもちろん鍛えるというのも重要なんですけど、それ以上に体の使い方を学習するというのがすごく大切です。野球のピッチャーがですね、筋肉もりもりに鍛えたからといってですね、うまく投げれるようになるっていうわけではないですね。補助として筋力を鍛えることは必要ですけど、やはりフォームを修正したりとか、投げてる時にどこを意識したらいいかっていうのを感じた方がですね、投げる力がつく。それと同じように歩行もそうなんですね。筋トレはあくまでもサポートであって、あとは歩き方を少しずつですね、ご自身で学習させていく、それもすごく重要なので、ぜひですね、筋トレとこの歩行動作のトレーニングっていうのも併用してやってみてください。